チャタム交渉で寄港。1898年3月23日浸水。1900年3月27日収益。1914年8月に第一次世界大戦が勃発すると予備役となっていたゴライアスも収益状態に復帰し、海峡艦隊の第8戦艦戦隊に編入された。ゴライアスはロッホ優へ送られ。 グランドフリートの白地警備に当てられた。それから、1914年8月25日に、プリマス海兵大隊のオーステンデへの上陸を支援した。1914年9月20日、ゴライアスは東インド艦隊に転属。そこでは1914年10月まで、中東で、ペルシャ湾やドイツ領東アフリカへ向かう戦団の護衛に従事していた。 巡洋艦の支援に当たった。それから1914年11月までルフィジガは川口に潜むドイツの巡洋艦系にヒスベルクの封じ込めに参加した。1914年11月28日と11月30日にはダルエスサラームを砲撃した。1914年12月から1915年2月までゴライアスは 南アフリカのサイモンズタウンで修理を行った。その完了後は1915年3月まで、ケーニヒスベルクに対する作戦に従事した。1915年3月25日、ゴライアスは、ダーダネルス海峡へ行きそこでの作戦に参加するよう、命じられた。1915年4月1日にゴライアスは、ダーダネルス海峡へ向けて出発した。 1915年4月25日のヘレス岬への上陸の際はゴライアスは X ビーチへの上陸支援を行う艦隊に属しており、オスマン帝国軍の要塞からの砲撃で被害を受けた。第一次クリシアの戦いの際はゴライアスは上陸部隊の支援を行った。また、1915年4月26日の撤退も援護した。 1915年5月2日、ゴライアスは、トルコ軍の砲撃で、再び被害を受けた。1915年5月12日から13日の夜、ゴライアスは、霧の中戦艦コーンウォリスや、護衛の駆逐艦5隻と共に、ヘレス岬沖のモルト湾に停泊していた。5月13日の1時頃、トルコの駆逐艦、ムアベネティミリ,リーエが、 クチクカンビーグルとブルドッグを避けて戦艦に接近した。ムアベネティミリーへは2本の魚雷を発射し、それはゴライアスに命中した。ゴライアスはすぐに転覆し始めた。傾きが90度になった時3本目の魚雷が命中した。ゴライアスは完全に転覆し、艦長を含む乗員570人と共に沈没した。 ムアベネティミー・リーエは攻撃ゴム傷で脱出した。ありがとうございます。